またこの町に帰ってきちまったか。おい、ちょっとそこのお前、やっぱり桐生か。伊達さん。いえ、なんだよお前、いつ無所から出てきた。まあついこの間だ。たく、お前が出所する日は何度も問い合わせたんだがな、誰からも連絡が来やしねえ。まあでもよかったぜ、偶然でもこうやって会えたんだ。え、少し老けたか。まっとうに年食っただけだ。お互い様だけどよ。そうだな。長かったな、桐生。よく頑張ったよ、お前は。しかし、無所出た足で沖縄に行くかと思ってたんだが。沖縄にはもう行ってきたんだ。へえ、そうなのか。伊達さんは相変わらず忙しそうだな。殺しがあったんだ。東城会のヤクザが中国人に刺されて死んだ。カムロ町じゃ今、中国マフィアと東城会とでドンパチの真っ最中だな。中国マフィアか。ああ、お前が無所に行ってからいろいろあった。去年カムロ町で大火事があったことは知ってるか。ああ、無所で聞いた。その火事が東城会のカムロ町支配が崩れたきっかけでな。焼けたのはアジア街の一帯だが、その焼け跡に大陸から西洋会って中国マフィアが入り込んだんだ。でそいつらと東城会の抗争が始まって、片桐にまで犠牲者が出るようになった。それで警視庁は躍起になってな、東城会上層部に抗争の責任を押し付けるようにして、真島と堂島大吾を逮捕した。何、知らなかったのか。半年か、もう少し前だ。大吾が捕まったとすると、今の東城会を動かしているのは本家の相談役だった菅井って幹部だ。知ってるか。面識はねえが、確か二代目時代からの古参のはずだ。ああ、間違いない。その菅井だ。そうか。いや、お前はもう東城会に関わる立場じゃなかったな。そのために3年以上も無所に入ってたんだ。俺も余計なこと言って。春香はどうしてる？っていうかお前、なんでカムロ町にいるんだ？秋山のことを探しに来たんだ。もっと言うと、秋山に遥かの居場所を聞きてえと思ってる。遥かの居場所？遥かは沖縄から姿を消したんだ。もう随分前からな。え、なんだそりゃ。俺も沖縄で知ったばかりだ。それで秋山なら遥かのこと何か知ってるかと思ったんだが、携帯が繋がらねえ。はあ、実は秋山のことは俺も気になってた。あいつな、金貸しの会社閉めたぞ。ん？スカイファイナンスか。しばらく休業してる。多分まだカムロ町にいるとは思うんだが、聞いた話じゃどうも中国マフィアに狙われたらしい。何？すまんが、そろそろ行かねえと。後でまだ連絡する。詳しい話はそこでしょう。ああ、分かった。一応言っとくが、アジア街に近づくときは気をつけろよ。例の中国マフィアが幅利かしてる。なるべくなら行かずに済ませた方がいい。分かった、気をつけるよ。ありがとな、伊達さん。おう、いや、またな。
しかして桐生さん？久しぶりだな、ママ。もうびっくりさせないでよ。本当に突然なんだから。悪かったな。ってことは出所されたのね。じゃあみんなでお祝いしなきゃ。いや、いいんだママ。ちょっと挨拶に寄っただけだ。あら、そうなの？それより伊達さんと店の前で会った。この街も随分物騒になったようだな。そうなの。ここ最近いろんなとこで殺人事件が起きて、本当に治安が悪くなってきちゃった感じよ。桐生さんも気をつけてね。ああ、そうだ、ママに聞きたいことがあるんだが。何かしら？秋山の居場所を知らないか？ああ、秋山さんね。ごめんなさい、私もわからないの。少し前に突然お店閉めちゃってね。その日から全く姿を見せないのよ。変な事件に巻き込まれてなきゃいいけど。そうか。この辺りで遥かを見かけなかったか？え？遥かちゃん？遥かちゃんがどうかしたの？ずいぶん前の話だが、遥かが沖縄から姿を消したんだ。理由はいろいろあるんだが、俺がこの町に来たのは遥かを探すためなんだ。そうなの。それは大変ね。てっきり沖縄で暮らしてるのかと思ってた。遥かちゃんとはここ数年会ってないわね。そうか。でも何か分かったら連絡するわ。あと、このお店ならいつでも使ってちょうだい。遠慮なんてしなくていいからね。ママ、いつもすまないな。そこのおっさん、お小遣いもらえないっすかね。しつけがなってねえな。早く財布置いてけや。すいません、まだ準備中で。あれ？もしかして桐生さん？久しぶりだな、マスター。本当にお久しぶりです、桐生さん。一杯ご馳走させていただきますよ。マスター、ありがとう。でも今日は急ぎで聞きたいことがあってな。聞きたいこと、何ですか？スカイファイナンスの秋山って知ってるか？ええ、秋山さんですよね。もちろん知ってます。あいつと連絡が取れないんだ、マスター。ここ最近秋山を見かけなかったか？
そういえば秋山さん、最近見なくなりましたね。昔はこの辺りをよく散歩してましたけど。そうか。ただ秋山さん、噂じゃアジア街の連中と揉めてたらしいんです。その噂を聞いてからすっかり見かけなくなって。そうか、分かった。ありがとう。はるかをこの辺りで見かけなかったか。あれ、はるかちゃんですか。ご一緒じゃないんですか。ああ、ちょっと訳があってな。今はるかがどこにいるか探してるんだ。あ、そうですか。残念ながら分かりませんね。でも何か情報をつかんだらご連絡します。すまないな。ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも東上界のヤクザがアジア街で偉そうな態度は良くない。江戸さん、信用できねえのは分かるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いなら、その懐の銃は必要ないのでは。ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまで護身用だ。お互いにフェアで行こうや。あなた方東上界の言い分は聞かなくても分かっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ、その代わり今度こそアジア街はあんたらの島だと認める。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア街以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとな。ふん。それじゃあ今までは手加減をしてくれていたのですか。ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ私は日本語下手なので、うまく伝わるか心配でね。まさか、うちの若いもんよりよっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはりあなたの口からそちらのボスへ、これから起きることをそのままお伝えください。ああ、おい、何する気だ。撃つ気ならさっさと撃たないとね。これが最妖怪ボスからの答えです。
中国人が二人もやりやがって殺してやれ。あいつらが中国マフィアってわけか。お前何見てる。いや別に。気に食わない顔だ。ずいぶん手が早いな。俺が何したってんだ。話せ。誰だ？お前。ちょうどいい。あんたらに聞きたいことがあるんだな。何？秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスってマチキンをやってた。あんたらに狙われたって話を聞いてる。秋山なんて男は知らん。本当か？喂，这里已经没事了。咱们走吧。間違いねえ。ありゃ四代目だ。堂島の竜が帰ってきたのか。おい行くぞ。本家に知らせに行く。なんだ。この先は立ち入り禁止だ。消えろ。何を突っ立ってる。早く行け。そんなに怒鳴ることはねえだろ。僕に何かあるのか。何にもない。いいから消えろと言ってる。どういうつもりだ。何を黙ってる。そうか、わかったよ。そんなに取りたければ通してやる。来い。你留在这儿，别让任何人通过。喂，那家伙是谁？不是说过不准任何人接近这里吗？可是这家伙就是不肯走，硬要进来嘛。我觉得他很可疑。那你说怎么办？把他跟这小子一起杀掉吗？就那么办吧，反正杀两个人跟杀一个人没什么差别。不思議なもんだな。中国語でも何を言ってるのか、なんとなくわかるぜ。あ、おい、日本人か、あんた。助けてくれ。こいつら俺を殺す気だ。頼む、助けて。黙れ。なんだかわからねえが、やるしかねえようだな。ほう、この人数相手に逃げようとしないのか。
なかなか楽しめそうだな。ベースおじゃ両親畑をさあ。縄ほどいてくれよ、早く。ふう、命拾いしたよ。あんたは命の恩人だ。しかしおっさん、すげえ喧嘩慣れしてんだな。マジですげえよ。それよりお前はなんで中国人にやられてたんだ。ああ、俺は東城会のもんだからよ。連中ヤクザと見りゃ俺みたいな駆け出しだろうが見境なしに襲ってきやがる。こっちの人数が揃ってりゃ相手も様子見るんだけどよ。あいにく一人で歩いてたとこで奴らに出くわしまったんだ。ただ歩いていただけで襲われたってのか。えらい殺気だってるな。狙われてんのは東城会の人間だけじゃねえ。その筋に近いグレーの方にも目つけられてる。だから今そういう連中はすっかり地下に潜っちまってるよ。なるほど、そうか。秋山が中国人に狙われてるってのはそれが理由か。今秋山って言った？ん？スカイファイナンスの秋山俊。知ってるのか？知ってる知ってる。そこのビルがスカイファイナンスの事務所だった。何ヶ月か前に畳んじまったけど、秋山も中国人たちから身隠してるらしい。あいつは東城会の六代目にも顔が利くってんで目つけられてんだ。秋山が今どこにいるか知ってるか？いや、そうは言わねえけど。でも最近見かけた。前とは別人みてえななりしてよ。児童公園でホームレスに混じってた。おっさん秋山のこと探してんのか？ああ、おかげでいい話が聞けた。何言ってんだよ、こっちは命救われてんだから。俺は人生一家の室田ってんだ。まあ下っ端だけど、何かありゃいつでも力になってやるよ。おっさんの名前は？桐生だ。ほう、桐生さんね。わかった、じゃあまたな。桐生、桐生、桐生一馬。いやいや、まさかな。そんなわけねえってな。なんだ、秋山って男を知らねえか？スカイファイナンスって金貸しをやってたやつなんだが、最近ここにいたらしいんだ。あんた、秋山さんの何？古い出しだ。あんた、秋山を知ってるんだな。今どこにいる？さあね。何か知ってるなら教えてくれ。俺は桐生ってもんだ。秋山に大事な用がある。あんた、桐生ってもしかして桐生一馬？そうだ。おお、本当か？いや、確かに間違いねえ。ずいぶん前テレビで見た顔だ。ニュースに載ってたよな、3、4年くらい前。ああ、秋山さんもあんたの話をしてたことがある。そうか、あんただったら秋山さんも会うかもな。秋山の居場所知ってるんだな。どこにいる？このすぐ近くだ。案内するが、その前に一つ頼みがある。聞いてくれるか？なんだ？そこのコンビニで弁当を買ってきてくれ。うん、
それだけか。それだけだ。俺は毎日飯が食えればそれでいい。長年ホームレスやってるとそんなもんだ。わかった、ちょっと待ってろ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。逃げるな。買ってきたぞ。ほら、弁当だ。すまないな。ああ、腹減った。くったくった。久しぶりのごちそうだった。それじゃあ約束だ。秋山さんの居場所を教える。確かこのすぐ近くと言っていたな。ああ、すぐ近くだよ。この下に降りてみな。なるほど、こういうことか。秋山はこの下にいるんだな。言ってみりゃ分かるよ。秋山か。あれ、キリュウさん久しぶりだな。いや、まあそのどうぞ座ってください。見ての通り大したお構いはできませんけど。探したぜ。スカイファイナンスは閉めたんだってな。まあなんでか中国マフィアに目をつけられちゃいましたね。とりあえず休業中です。このままずっと引き下がってるつもりはないんですけど。話は聞いてる。いろいろ大変らしいな、今のカムロ町は。ねえ、町がこんな状態なんで秘書の子も一旦里に返しました。商売上がったりなところにあの子まで危険にさらすわけにはいかないもので。そうか。でもお前は思ってたより元気そうだ。桐生さんもようやく出所されたんですね。しかし何でまたカムロ町に？お前に会いに来たんだ。お前ならハルカが今どこにいるか知ってるんじゃないかと思ってな。ハルカちゃんが？朝顔に戻ってるんじゃないんですか？そうか、お前にも遥かの行き先は分からないか。すみません、キリュウさん。せっかく沖縄から来てくれたのにお役に立てなくて。いいんだ、お前の状況も知らずに俺が勝手に押しかけてきた。これからどうします？もう少しカムロ町で遥かを知ってる人間がいないか聞き回ってみる。俺も自由が聞けば手伝いたいんですけど。いや、無理すんな。
あいつら。一番後ろのやつはエドって呼ばれてます。最王会のメンバーで俺を探してます。エド、文句言うわけじゃないんですけど、キリオさん、つけられましたね。あ、目そろした。今日神室町に面白い男が現れたと聞いてたが、そいつを追ってきたら秋山さんまで連れたよ。あいつ、お前が逃げ回るほどの相手なんか。まあ、会社畳んで下水に引きこもりたくなる程度のやつだす。見違えたな、秋山さん。前からおしゃれだったが、もう私のような凡人には理解できない着こなしだね。そしていちいち尺に触ることを言うんです。秋山さんのお連れの方。なるほど、雑魚じゃ相手にならないわけ。お前、桐生一馬だね。東女会元四代目会長、二つ名は堂島の D。 日本人ヤクザの A だ。我々のリストにも名前が載っている。キリュウさん、無所で体なまってないでしょうね。どうだろうな、朝のラジオ体操は欠かさなかった。健康的ですね。哀れだが、極道は死に場所を選べないもの。二人ともドムに沈むがいだ。一人を相手に二人がかりとはない。よく言うよ、そこに倒れてる四人はあんたのお仲間だろう。今日のところは挨拶だけにしておく。だが二人とも必ずまた会うぞ。正直、俺一人で手に負える相手じゃありません。一緒にいたのが桐生さんで助かりましたよ。ああ、それでもピンピンして帰っていきやがった。マフィアってのはあんなのがゴロゴロいるのか。特別なやつだと信じたいですけどね。何にしてもこの隠れ家はもう使えません。外に出ましょう。やっぱり太陽の下はいいですね。空気もうまい。すまなかったな、秋山。せっかくの隠れ家を台無しにしちまった。構わないですよ。
ちょうど寝るのに飽きてたところです。それよりここを離れましょう。またエドが仲間を連れてくるかもしれない。伊達さんからだ。ケリュー、今どこだ？カムロ町にいる。児童公園で秋山も一緒だ。そうか、二人とも今すぐ東都病院に来られるか。うん。悪い知らせだ。俺もまだ詳しく聞いたわけじゃないんだが、遥がカムロ町で事故に遭った。生きるか死ぬかの怪我だ。どういうことだ？遥カムロ町にいたのか。え？とにかく話は病院で。いいな。あ、ちょっとキリュウさん。初乗り料金730円。かしこまりました。それでは出発いたします。キリュウ。伊達さん、すみません、患者さんですか？え、でしたらご遠慮ください。衛生的に問題がありますので。こいつは警察の後輩で本庄だ。俺に遥の事故を知らせてくれたのがこいつでな。本庄だ。あんたのことは伊達さんからよく聞いている。遥、どういう状況だ？ ICU にいる。とても会える状態じゃない。腰と肩を骨折して出血もあるが、一番深刻なのは頭だ。強く打って意識がない。重体だ。何があった？ひき逃げだ。無茶な運転してたチンピラが偶然居合わせた沢村遥を引いて、今もそのまま逃げている。ひき逃げ。大丈夫か、キリュウ？いや、今は何も考えられねえ。だろうな。けどこの話にはまだ続きがある。何だと？来てくれ。お前に見せたいものがある。あれだ。うん。事故に遭った時、車が突っ込んでくるのを見た遥が、自分のことはお構いなしに体を張って守ったものがある。何？この子が遥の、まさか？いや、まさかじゃない。名前はハルトだ。あれ、つまりこの子は遥の子だ。まさか、そんな。
名字が同じってだけじゃない、自分の体を張って守ったんだ。それは自分の子だからこそ。なら父親は、この子の父親は誰なんだ。わからん。わからない。そういうもんがわかる持ち物は何もなかったんだ。彼女が持っていた携帯は壊れてて、今中のデータが取り出せないか調べている。それに遥がいつから神室町に来てたのかも分かってない。そのあたりは全部遥の意識が戻らねえと。回復の見込みは？今は何とも。悪いが下手に希望を持たせるようなことは言いたくないんだな。医者ができる限り手を尽くしている。今はただ祈って待つしかねえ。先輩、すみませんが自分はそろそろ、まだ事故現場に仕事が残ってますんで。待ってくれ、本庄さんだったな。うん。遥が事故に遭った場所はどこなんだ。何のつもりだ。あんたが現場に行ったところでどうにもならん。逃げている犯人は警察で追っている。ヤクザ崩れの出る幕じゃねえぞ。おい本庄、言い方何と言われようが構わねえ。こんなとこでじっとなんかしてられねえんだ。沖縄にいたはずの遥がいつの間にかカムロ町に来て事故に遭った。わけがわからねえ。あいつを引いたチンピラってのは誰だ。それに何より本当にこの事故は偶然なのか。遥が誰かに狙われたって言いたいのか。今でもお前を恨んでいる誰かの仕業だと。そうだとしたら許さねえ。絶対に。待て、いいだろう。事故現場は占領通りのあたりだ。今すぐでよければ俺が案内してやる。構いませんか、伊達さん。ああ、頼む。悪いな。ここだ。沢村遥は赤ん坊を抱えてこの歩道を歩いていた。そこへ背後から黒いセダンが突っ込んでいった。車はあそこの地下駐車場から車止めのバーを突き破って暴走したらしい。車に乗っていたのは男が一人、20代くらいの若いチンピラ風で、親子を引いた後そのまま逃げた。チンピラか。東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中なんてな。その関連で無茶な運転してたって見方がまず一つある。それでチンピラが車を暴走させたってことか。だとするとそいつは東上界の人間か、中国マフィア。いや、そうとは限らん。今の神室町には他にも組織が方々から入り込んできている。ん？少し説明する必要があるな。まず3ヶ月前、ある一人の中国人が殺された。中国マフィア西洋会のメンバーだ。そいつは西洋会の幹部だが、総帥の一人息子でもあった。要するに組織の後継者だ。名前はジミー・ロー。その殺しをきっかけに抗争は激化。東上会の6代目が逮捕されて、一旦収まっていた火種が一気に燃え上がった。東上会がそのジミー・ローを殺したのか。まだ犯人は分かっていないが、少なくとも西洋会はそう思っている。中国人マフィアどもが街中に散って、東上界のヤクザから関係者まで片っ端から襲う機会を狙っているんだ。
東条会も中国人と見りゃ仇だろうが町から追い出しにかかってる。むちゃくちゃだ。そして今はその混乱につけ込んで、他にも無造無造の組織がカムロ町に入り込んでんだ。つまり抗争で動いているチンピラは東条会、西洋会以外にも大勢いる。沢村遥を引いたチンピラがどこの組織の人間だとしてもおかしくないってことだ。これはついでだがな、後からカムロ町に入り込んできた組織の中にはあんたの馴染みもいる。ん？韓国マフィア、ジンゴン派だ。ジンゴン派。ジンゴン派はカムロ町に二度進出して東条会に叩き潰されている。一度目は30年以上前、そして二度目は10年前。その時はあんたも東条会とジンゴン派を潰すのに一役買ったはずだな。もうずいぶん昔の話だ。あんたには過去でも奴らは恨みを忘れない。東条会への恨みもあんたへの恨みもな。カムロ町に長居するつもりならせいぜい周りに気をつけろ。ちょうどそこを沢村遥が歩いていた。彼女は車が突っ込んでくるのを見て避けることもできず、ただとっさに子供をかばうようにかがみ込んだそうだ。くそ。そこを見てみろ。路面にブレーキ痕が残っている。沢村遥を引いた後、運転手は車を止めてはみたが、すぐにまた車を急発進させた。だいぶ慌てていたらしい。てめえで引いちまった親子の無事を確かめようともしなかった。つまりどういうことだ。もし万が一の話、沢村遥があんたの関係者ってことで狙われたとしたら、運転手は彼女の生死を見届ける必要があるんじゃねえか。だが今回の場合、犯人はその段取りを踏んでいない。だから俺が思うに、彼女はあんたが極道だった過去に巻き込まれたとかそういうんじゃない。あくまでも偶発的な事故。彼女はただ運が悪かったんだ。あんたが知りたかったのはそういうことだろう。だがそのチンピラはまだ逃げ続けているんだろう。ただのチンピラが今時の警察からそんなに簡単に逃げられるもんなのか。今も警察は全力を挙げて車の足取りを追っている。まだ逃げ切られたとは考えていない。ところで気づいてるか、さっきからお前のことを見ている男がいるぞ。うん。あの帽子をかぶった男か。いつからいた。気がついたのはさっきだ。ただ奴のスマホのカメラは間違いなくお前を意識している。俺を見張ってるってことか。それともこの事故現場を見に来たか。どうする。こっちから挨拶してみるさ。もし俺に用があんなら、まず自己紹介させてやる。ええ、現場にいます。特に問題ないかと。おい、ここで何をしてる。くそ。待て。逃げろ。じゃあの待て。逃げろ。
なんであの場所で俺を見張ってた。見張ってたわけじゃありません。護衛をしてたんです。四代目。お前東城会の人間か。ええ、東城会直系の染谷一家のもんです。染谷一家。ご無礼をお許しください。四代目、親父からの命令だったんです。四代目を影からお守りするようにって。俺は昨日までずっとカムロ町を離れていたし、今日来たことを登場会に知らせてもいない。なのに随分手際がいいな。なぜ俺があの場所にいると分かった？自分にはよく分かりません。ですが親父が言ってたんです。あの場所にいればきっと四代目が現れると。何？四代目が大事になさってるお嬢さんが事故に遭われたんですよね。親父からはそう聞いています。そうか。ならお前の親父ってのは今どこだ？染谷一家の総長はどこに行けば会える？別にお前が言わなきゃ街中で聞いて回るだけだ。だが省ける手間は省きて。わかりました。親父は東城会本部です。菅井会長代行と会うと言ってましたから。東城会本部か。くそ、またあそこに行かなきゃならねえのか。あの、何か？俺は東城会の匂いを消すために無所で身を洗ってきたばかりだ。そっから何日も経ってねえのに、なんてざまだと思ってな。初乗り料金730円。かしこまりました。それでは出発いたします。初にお目にかかります。四代目。どうも、染谷一家総長の染谷です。この度は無所でのお勤めご苦労様でした。俺が来るのを待ってたってわけか。うちの子分が四代目に誤解を受けるような真似を、どうかご容赦ください。誤解ってのはどういうことだ？立ち話もなんですから、そのあたりも含めて中でじっくり話しませんか？四代目もお勤め明けたばかりでお疲れでしょうし、菅井さんもぜひご挨拶したいとお待ちしています。菅井さんご存知ですよね。東城会じゃ桐生さんより古い。六代目が不在の今、菅井さんが会長代行です。俺をつけさせたのはその菅井の差し金か？まあどうぞ奥へ。俺もゆっくり四代目の若い頃の武勇伝をお伺いできればと思います。どうか往年の極道ってやつを俺ら若造にも勉強させてくださいよ。ねえ。